どうもここんんんにちはこんばんはばます毎日コリスです、まあこちらの銀の女性のおまけなんですけどもどこかで見覚えないですかね実はですねこちらこの今右にあるやつこれが笛ラウンデのおまけになりますということで元ネタですね これはびっくくりした、ね、全く同じなんんだもんでフエラウネのおまけの方はもう何にも書いてないんですけどこの元ネタの方をご覧くださいスイゼランドって書いてあるんですよこれスイスですねで僕ねこのね民族衣装を着た女性どこの国か分かんなかったんでスイスですねで裏面がこんな感じでここに香港の刻印が書いてありますね ででこのおまけね銀色に塗装されてるんですけどもまあ多分なんか当たりだったと思うんだよね結構笛ラムネのおまけとかでもあるんだけどんかこのトロフィーのおまけとか銀とか金で塗装されてるやつがまれに出たんですよでまあこのトロフィーも,も廃盤してるやつですね で、この右のやつがですね、以前紹介した、笛ラムネのおまけの元ネタだったんですけど、笛ラムネおまけ版が見つからないんですよ。心配になってきちゃって、自分の方でも。本当にこれ元ネタなのかなみたいな。思ってた矢先これを見つけちゃったというね。だから今回これで証明されましたよ。もう完全に元ネタです。いやー、これは最高の眺めじゃない全く同じだもんね、これ。 ただ大きさを小さくしただけだもんね。こう元ネタと笛ラムネのおまけが揃ってこれはね倍以上の価値が出ると思いますよ。これ2体セットで販売していくらぐらいで売れるのかっていう予想なんですけども3000円ぐらいはついてもおかしくないんじゃないのかなっていう感じはしますけどね。欲しい人が出ればですけどね。はいということで今回はですねこちらの笛ラムネのおまけの元ネタ紹介しました。 最後までご視聴していただきありがとうございます。